お疲れ様でした。まだ終わってないけど。しょってきました。いや、まだ終わってないけど、確かに。まだ終わってない。確かに、ちょっと面白いですよ。この、五十嵐さんの荷物のこの付け方だと、俺のこの荷物の付け方。この比較。全然違うじゃん。全然違う。そう、バランスが違う。だって、人生が違うもん。五十嵐さんの人生が。そうでしょ。あ、あの、高い。昨日編集してて、あの、食生活、うん、ボッカさんの食生活とかってどんな感じなんですかみたいな質問があったんで、俺石坂さんに言っちゃったんですよ。石坂さんが一番ダメです。石坂さん、そう、何ですかって、それを、なんだろう、食いたいもの食べてとか言いそうですよ。そうそうそう、食いたいもの食ってて、で、石坂さん食生活どんな感じですかって、うん、最近外食やんな。あ、外食なんですかって。石坂は外食でしょ。もうね、前橋のラ、あそこのラーメンが食べたいと思ったらそこまで行くらしいです。時間があったら。五十嵐さんどうなんですか、食生活。聞いちゃうの。え、これは、はい、たくあんで食べる。たくあん、あれそれ言うんだ。今もそうなの。今もだから。五十嵐さんも 今もたくあんなんですか。今もたくあんで。こんにちは。今は別にただたくあんにではないけど、はい、たくあんでも俺は別にいいってなっちゃってる。へぇ、染みついちゃってるから。はいはいはい。まあ小さい頃からね、たくあんとご飯しかね、たくあんと白飯の人生ですもんね。それをお茶漬けにして、それをお茶漬けにして、お茶漬け、たくあんのお茶漬けで、はい、そういう風に生きてきて、今ももうだからなんか腹いっぱい焼肉行きてとか、はいはい、なんないんだよ。ああ、普通なるでしょ。じゃあ今日行きます。今夜は焼肉だみたいな。じゃあ今日行きます。焼肉タイム。おごってくれだったらいいけど。おりますよ。じゃあ行こうかな。でもあの、あ、でも明日休みじゃない。先輩の財布は俺の財布っていう発言があったんですよね。俺のものは、え？先輩の財布は俺の食事のための財布だって思ってたらしいです、石坂さんは。で、石坂さんおごってくれじゃないですか。うんうん。石坂君いろいろ。でもバランスとかは考えてませんか。タンパク質取ってとか。考えてない、俺は考えてない。いや、考えたいよ。考えたいけど。あ、考えたいんだ。考えたいけど考えてない人生。それはね、何でもない。いや、自分で作るんだよね。ああ。作りもしてんのに言えねえしか。そうですね。あ、五十嵐さん自分で作んないですか、やっぱり。まあ、あんま作んない。一人だったら全然作る。ああ。何作るんですか。だって一人の時は作ったんですよ。はい、あ、そっかそっか。こんにちは。ちゃんと料理の基本のキーみたいな本とかね。持ってるんですか。いや、持ってる。あ、そうなんだ。クワバラで。へえ。この本はだから3回。それ問題発言じゃない。へえ。あの子だって食わないとしょえないとか思ってたし、ちゃんと。あー、俺もそう。食わないとしょえないと思ってるからめっちゃ食っちゃって。食わなきゃ、ちゃんとご飯取らなきゃとか。はい。って思ってた時期だから。あ、今は別にそのちゃんとご飯食わなくても全然しょえるよって感じですか。うん。おー。怒られる。怒られる。誰に？先生。あ、先生にね。接骨院の先生にね。接骨院の先生からは結構やっぱり夜寝る前というか、夕食は炭水化物、うんうん、しっかりとって、朝は別にいいんだけどって言われたっす。そうそうそう。タンパク質を炭水化物、夜は取った方がいいよって言われて、わかりましたっつって。接骨院終わりの。でも朝もちょっとはなんか入れた方がいいって言って。軽くね、炭水化物の。水いっぱいでも、うん、もう何も、本当にね、何も飲まず食わずで、醤油よりは、はい、まあ、そりゃそうですよね。そりゃそうですよね。生き物として。でも俺も食いたいものを食う派で、石坂さんも食いたいものを食う派。俺も。五十嵐さんはあるものを食う派。そう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 。なるほど。で、なかったら食わなくてもいいかってなる派。だからなかったら俺買いに行って食う派。なんとかして食う派。なかったら、そう、食生活がね、そんな、そういう考えだった。石坂さんの、その編集の時に石坂の食生活の話
最近編集したんで、あこれ石高さんに聞くんじゃなくて五十嵐さんとか渡辺とかに聞きたいなって。一応大場さんと絵面はなんか考えてんじゃないですか。絶対考えてるし、なんかあの二人はプロテインも飲んでるし、そう絶対プロテイン終わってプロテインすぐ飲むから、そうそうそう、もうその時点であと俺プロテイン鶏肉がめっちゃ入ってるらしいですもん。いや俺もプロテイン今年から摂るようにしました。プロテインを飲んですぐビール飲むとかもうそれはプロテインどうなんだろう。確かに五十嵐さんはプロテインじゃなくてアルコールですもんね。アルコール、プロテインわかんない。なんかじゃあ僕も取ったよ。はい、去年だか一昨年だかもなんか夏体重落ちないためになんか体を大きくするみたいな、はい、のプロテインちょっと飲んでたけど、はい、痩せるんだもん。全然痩せないために痩せないためにプロテインを飲んどこうと思って、はい、取ったけどダメじゃん、全然痩せんじゃんと思って。いや意外と太るよ。あ太らないよ、別に食べてないわけじゃないよ、はい、だと食ってんだよ。食ってプロテインもその体重落ちないようにと思ってやっても、はい、夏場痩せっからやっぱ消費が基礎代謝じゃね。ああ結局俺もう気づけば太るからね。マークは素質持ってもんね。そう素質持ってる。大体ちっちゃい頃太ってた子は大体素質持ってっ。そうなんですよ。でもね小さい頃ね俺太ってよかったなと思ったのが身長がやっぱ伸びる。ちょっとは伸びた。あと筋肉質系になる。なった、なった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 。だって細い人はいくらやっても細いっすもん。でも俺は太ることもできるし筋肉をつけることもできるし痩せることもできる。俺太ることはできない。できないでしょ。ほらどっちがいいんかでしょ。だから俺の場合はねどっちもできるからね自分次第で。それは頑張って食っちゃねえ食っちゃねえすればそれは太れんじゃね。いやーやっぱ頑張って太るの大変ですよ。太ってる人にそれを言ったらどうなんだろう。どうなんだろうね。まあ人それぞれだからね。おこんにちは。頭よりか頭くらいの重心でって言ってるのに頭よりか上に荷物がついてるから完全にこれ上に頭くらい重心でなんか言ったことないけど、ね、あ言ったことないんだ。なんか似合っちゃいますよって言ったんだけどね。まああのテレビをね見てほしいね。多分この YouTube がアップするくらいにはそのテレビもやってますからね多分。やってないよ。やってないかな。あれ多分もっと遅くなるって。あそうなんですか、うん、なんだなんかで最初多分秋ぐらいになんか特集があったんだと思う。はい、山で働くじゃあ山の仕事みたいな、はい、特集がいろんな山の仕事、はい、それでやろうと思ったけど、はい、思ったより良かったからうーんなんかそれじゃないやつで。へえ、来年じゃない。来年の番組になるんだ。じゃあ全然まだまだだね。俺は全然いいけど。そうだよ、登山者じゃないんだよ。僕は荷物を背負っている僕らなんだよ。何だっけ。はいもう一回。もう一回、あれはもう一回ですね。また来ねえかな番組。また俺がアシスタントディレクターやりますよ。それが登山だったな。面白かった本当に。マー君はあっち側、あっち側に。いやそれも言ってるから、あの今編集してるところの言ってんだ。五十嵐さんの愚痴の回で言ってますから。愚痴の回。まあそうですよ、五十嵐さんの食生活。食生活はもう忘れてた。はい、あるものを食べる。どうぞどうぞ。そういうことです。で他の方たち、五十嵐さん、あ石坂さんと俺は好きなものを食べる。なかったらは？なかったら？好きなものがなかったら？家と冷蔵庫あって
なかったら。なかったら。でも米はある。しよう。はい。ただ自分食べたいものがなかったら。はい。いや食べたいものがなかったらあるものを食うっす。じゃあ一緒じゃん。いやそれ誰でもなんじゃないの。それは一緒じゃん。それかもう外食したりとか。外食、そこで外食にはならないの、ね。へえ。ずっと韓国に。韓国の方すごい来るね。あ、接骨院じゃないの。うん、整骨院。もうそれは全然違うからね。え、でも漢字で接骨院ですよね。整骨院、整える本。あ、そうなんだ。もうあの辺全然違うからね。整体とかあのそういう分。接骨院と整骨院はもう全然違う。接骨院と。あ、それは大変失礼しました。整体とかあの辺一緒じゃないから全然。なるほど。カイロプラティック。なんでなんで。カイロプラティック。なんだっけ。はい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 。そんな感じですよね。あ、そうなんだ。ちょっとそれは先生大変失礼しました。先生は多分 YouTube 見てないから。まあ見ないから。YouTube のこと見たいでしょ。YouTube は知ってると思うよ。あ、知ってるんだ。うん。やってるって。でも見ないと。なんかなんか。見ろ見ろってどこ。冷蔵庫の会話見た。見たんかい。なんかじゃあ。なんかの見たんだ。 YouTube やったらその急にポッカのやつが出てきて。あ、そうなんだ。冷蔵庫のやつが急に出てきてみたいな。へえー、え、それについて何どう思ってんだろう。カオさんのやつかな。なんかあ、カオさんのの流れで背負わせてるのが出たんだか。はいはいはい。で、冷蔵庫のやつがあって、はい、見たら縛りがあれじゃダメだ思った思った。もう今すぐ行きたいと思った。あ、そうなんだ。胃があれでは胃があれではダメだって。へえ。分かったいるんですけど、なんか楽しいことやってんなと思って今すぐ行きたくなった。楽しいことや。あ、先生そっち側。そうそう。あ、じゃあよかったね。へえ。つけてしようかな。楽しいことやってんなみたいな。楽しいんですよ。どっか行きたくなった。もう先生も視聴者側になってるじゃん、ちゃんと。いや、高田さんは楽しくてなんかきついとか、はい、もう嫌だとか一貫思ったことない。へえ。知ってる時に楽しいとか思わなかった。あ、そうなんだ。まああの人もだいぶ変態ですからね。きつい。もう今日休みたいとか、はい、まあまずなかったよ。へえー、さすがやね。俺きついとか休みたいとかめちゃめちゃあるけどね。フィナーレです。何か言っとかないといけない発言は何かありますか。何ですか。今日この後何するんですか。温存、足の温存。あ、そっか、足の温存。あれ、これ取ったっけ。取ってないんだけど。取ってないか。足の温存をするんですね。せっかく天気いいのに。今日釣り行けば。まだたまにいるよね、もう終わってるのに。車止めてる。釣り行く。それはダメですね。あれ、釣りは何日まででしたっけ、本当は。9月20日で終了だ。でも釣ってる人やっぱいいんだよね。あ、また愚痴ですか。これは愚痴になるよね。今愚痴の編集してるんで、また愚痴聞くんかなって。今シーズン井川さんの愚痴俺何回聞いたっけな。愚痴は言わないって心に決めて、はい、愚痴を言い続けて、はい、俺生きている。ないないない。なんすかいきなり。聞いたらあるでしょ。知らない知らない知らない。じゃあ愚痴は言わないって言ってても、やっぱ愚痴だっけ。言っちゃうんだね。そうだ、愚痴じゃなかった。何でした。嘘。あ、嘘は言わないと言い続けて。嘘を言い続けて、はい。あ、そうなんだ。何の、多分長渕だなこれ。このバイブスは多分長渕です。9月
少ないからね。はい、なるほどね。自分に生かしていく。いや、ならぬものはならんしょ。それはそこだけがあるよ。へえ。そこしか言わないでしょ、相手の人。逆に銃の人の、はい、最後の一番最後のそれ以外は多分ほぼ言わないと思う。あ、そうなんだ。ダメなものはダメ。はい、何でも何でが聞かないやつ。なるほど。子供だったら、ね、何でとか、はい、学校行きたくないと、はい、なんで行かなきゃダメなのとか、なんで僕がしなきゃダメなのやりたいからだろ。やりたいって誰が言ったんだって話ですよねっていうことではなくてなんでダメなのって言うのは最後に相手の人ダメなものはダメ。あ、皆まで聞くなって理由なんかな理由なダメなものもダメ、まあ、それがたまりにたまって今爆発してるというこういう現状です。全然、多分石高さん見てますか。6日年間なんか一番穏やかだと思う。そうですね、穏やかな腹黒。一番イヤですね。それはでもまあ分かりますよ。お疲れ様でーす。天気も穏やかだ。いつも変わんないのが多分俺が一番だと思う。まあ、そしてあれ今日ちょっと機嫌悪そうみたいな。ああ。なんか怒ってんのかな。はい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 。え、俺もありますそういうの。あ、マー君今日ちょっと機嫌悪そうだなとか。ちょっとね。ある、ちょっとある。へえ。感じる派だ。感じる派もうそういうのないんで、ないから嫌でしょ、そういう人は。はい、大嫌いですあのチームの輪を乱すような気使うようなやつは大嫌いです。今日ちょっと機嫌悪そうとか、はい、あの自分で機嫌悪いんですよ。こっちにまでそのオーラや雰囲気や何かを与えないでほしい。それは嫌だから、変えないようにして。今日もそんなジャパニーズポタでした。お疲れ様でした。おはようございます。今日はね、木道修繕の本にテレビが迫ります。雨ですが頑張って撮影しております。今日はあのヘリが飛ぶ日なんですけど、見ての通りこう天気が雨なんでヘリは今日は飛びません。で、ぼっかさんもね、雨なんでちょっとお休みもらえますかなんて聞いたけど、やっぱりヘリが飛べないっていうところと、明日も天気がちょっと定かではないっていうところで、もう今日は小籔さんにかかってます言われたんで、かかりましたっていう感じで、あの今日はぼっかしてます。今日のタイトルは栄光の架け橋。どうしよう。